ターがゆっくりと歩き始めました、それがターフビジョンにアップになっておりまして、スタンドから大歓声が上がったところであります。さあファンファーレです。が上がりました京都競馬場、18頭がゲートインを開始いたします。優勢フェアリー、金銭グローリー、宝スマイル、一押しの番稲戸チアマン、勝野女王、エイシンキャロル、土地の白入り、エイシンサニー、ウィナーズゴールド、キューティーアップ、雪のサンライズ、イクノディクタス、千秋リーブ、東証アイ、ヌエボ東証、コニーストン、競泳タップの18頭。ババアナウンサーどうぞ。2回目、コニーストンが先に入れられましたね、はい、これから奇数番号各馬が向かいます。それからババなんですが、10月の初めはさすがに良かったんですが、ちょっとあの馬の蹄の跡が目立つようになってきました。でもこの時期としたら最高ですね。はい、あの菊花賞当日はですね、メジロマックイーンがね落ち着いているのが目立つといいリポートをしましたけど、ただ今日は、各馬ともに気合乗りがすごいんですよ。男馬に比べましてね。はいはい、なるほどね、ちょっとババアランさんも今日ばかりは自信がなさそうでありますが、大塚さんは東証愛中心でありまして、これから偶数番号になるところであります。しかし大塚さん、去年はねびっくりさせられましたからね、なかなかしかし分かりませんよね、はい、今年は。それはね、キャッチミーがかかってきましてね、1200m 通過時間ですね、ラップは1分10秒2ですよ、だいたい12秒から14秒前後なんですがね、馬場さん、これで18番が入って全部ですか。そうですね、どうやら競泳タップのゲートインで18頭の体制が整ったようであります。サンドピアリスから1年が経ちました。果たして今年はどうか。18頭が一斉に飛び出しました。ちょっとばらついたスタートになります。自分の影を追うようになります。1周目、これからホームストレッチに入ってまいりますが、赤い帽子が出てまいりました。やっぱり勝野女王が行くんでしょうか。しかし真ん中を割りまして、おっと、12番の雪のサンライズ、これが大方の予想通り雪のサンライズが先頭に立ちました。東証愛が今日は早めに行きまして2番手3番手であります。イクノディクタスがいます。一押しロマン、真ん中に挟まりまして土地の白百合であります。おっと、東証愛は後ろから5、6頭目といったところであります。第1コーナー右にカーブを取りました。雪のサンライズ、勝野女王であります。エイシンサニーはまだ後ろの方から落ち着いている感じであります。第2コーナーに向かう18頭縦長になりました。さあ先頭から整理しましょうか。12番雪のサンライズ、ややかかり気味か。6番の勝野女王、鼻に立っているのと同じ展開。16番のヌエボ東証、今日はローズステークスから一転して早め3番手であります。その後ろでありますがイクノディクタス、そして8番土地の白百合、5番が稲のチアマン、ちょっとかかっている1番優勢フェアリー、菊花賞を制した内田浩一、4番が一押しロマン、そして10番関東からやってきたウィナーズゴールド、柴田正人ベテラン、11番キューティーアップであります。その外から、先週リーブ、それから2番が金銭ロイヤル、そして1番人気15番の東証愛、石橋であります。エイシンサニーはこの後ろでしょうか。競泳タップがいて、その外へエイシンサニーであります。どうやら落ち着いている感じ。そしてもう1頭のエイシン、7番がエイシンキャロル、それからもうちょっと後ろにいます。あと2頭ばかり後ろにいるんではないでしょうか。宝スマイル、そして17番コニンストン、竹豊はしんがりから行きます。さあ18頭、これから第3コーナーをカーブして第4コーナーに向かうところでありますが、オレンジの帽子上がってきた。オレンジの帽子、東証愛が外を通って上がってまいります。東証愛、エイシンサニーが一緒に差を詰めてまいりました。さあいよいよこれから第4コーナーであります。早くもヌエボ東証が先頭に立とうという感じであります。ヌエボ東証先頭か、そして勝野女王であります。さらにイクノディクタスが差を詰めてきた。ヌエボ東証押し切るか、ヌエボ東証先頭か、イクノディクタスか、後ろ方から勝野女王がもう一度伸びる。大外、大外を通りまして7枠からもう一頭か、大外から、大外から7枠、東証愛、東証愛が完全に大外から先頭に立っている。そして競泳タップだ、18番の競泳タップ、競泳タップが完全に先頭に立った。競泳タップだ、競泳タップだ、18番オーゴールに入る前から横山典志のガッツポーズ。競泳タップ、内を救った、競泳タップ、東証愛は大外から、しかし内を救った競泳タップ、1週間遅れの18番です。1週間遅れの18番、ゴールへ入る前から横山典志のガッツポーズ、あっと言わせた競泳タップ。